皆さん、こんばんは。モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき、誠にありがとうございます。さて、今日は仕事に疲れました。そんなことを言ってはいけません。でも、疲れましたので、雑談コーナーにさせていただきます。すいません。内容はですね、 なるがままに語っていきます。で、今手元にこうか。XT4 があります。もうすぐ3ヶ月になろうとしています。まだまだ使いこなしてはいない。わからない機能もあります。まあ、デモボディ内手ブれ補正をはじめとして、 楽しく使わせていただいています。早く本格的なポートレート撮影をしたいとか、風景やちょっと旅行に出かけて撮影したいという気持ちでいっぱいでございます。しばらく使ってみて、すごく気に入っていることがあります。それは、バッテリーの持ち。 今までなら、まあ、半日撮影に行こうと思っても予備は絶対必要でした。でもこのカメラはこれがあればうん全くね心配はいらないですね。もうこれ一本で、まあ、半日はねよほどの数撮影しない限りは安泰楽勝です。これはね本当にありがたいなと思ってます。 で、近々、えー、風景の撮影に行こうと思ってますので、えー、今回はこの XT4 と XF1680mmF4 ですね。このコンビで撮影してこようと思っています。まあ、いつもはね、T4 には違うレンズをつけています。で、こっちの XT3 の方に、 1680、1680 16をつけているんですけれども、今回は1680を T4 につけて撮影してこようと思っています。このね、1680レンズは結構ダイナミックな撮影ができるんですよ。正直言うと私はあんまりズームレンズって好きじゃないんですよね。 なぜかというと、ズボラな私がよりズボラになる。歩かなくなるんですよ、歳を取ると。単焦点レンズを持っていると、近くに寄らなくちゃいけないとか、このアングルはちょっとまずいから移動しようとかって考えるじゃないですか。最近このズームを持ったらもう動かない。まあ、表向きの理由です。えー、でも 本当の理由は皆さんもわかると思います。やっぱり単焦点の魅力っていう、そこにはまっているということでございます。先日ある動画を見ていたら、富士フイルムのこのカメラのことについてあれこれ語っているものがあったんですよね。ちょっと違うんじゃないって私は思ったところがあったんですよ。 それは何かというと、この富士フィルムのカメラは、軍艦部にダイヤルが3つあって、そしてこれで直感的な操作ができるということでですよね。だけれども、これって撮影してるときに、使いづらい。こう、回しづらいとかね、使いづらい。ダメだ、これは。みたいな。 それってね、よくご理解されてないんじゃないかなって私は思うんですよね。例えば、シャッタースピードであれば、ダイヤル、シャッタースピードダイヤルを t の位置に合わせると、このリアコマンドダイヤルを回すことによって、きめ細かく設定的に覗きながら、4秒から、 三万二千分の一秒に設定できるんですよ。四秒から三万二千分の一秒に。面白い写真撮れますよね。ここだけ見てやってるわけじゃないんです。ということを私は強く言いたくなりましたね。で、今話題の、e、o s r 5の連写宣伝してますよね。 メカシャッターで1秒間に12コマ。1秒で12コマ撮れます。じゃあ T4 なら1秒間にメカシャッターで何コマ撮れるんですか皆さん。15コマです。R5 の上じゃないですか。電子シャッターについては同じように20コマですよね。だから R シリーズの最高機種に負けない いや、それ以上のものを持っているということです。それから露出補正ですね。露出補正については、あ見えないこのダイヤル、ここを C に設定するんです。カスタム、ね。このカスタム設定にすると、さっきはリアダイヤルを回しましたが、今度はフロントダイヤルを回すことによって露出補正ができるんですよ。 ですから、覗きながら、シャッタースピードも露出も補正することができるんですよ。っていうことをね、言ってやりたかったんですよね。違うよって、こういうこともできるんですよっていうことを言ってあげたかったんですよ。そういう誤解している動画って結構あったりするんですよね。残念です。 でも誰かが言わないとその誤ったことが伝わっていってしまいますので今日は言わせていただきましたどうしてもこうカメラの比較をする場合はフルフレームならフルフレーム同士 APSC なら APSC となりますよね特に日本の場合はそういう傾向が多いですでも海外のサイトを見てください 7ー v s x t 4とかね平、平気で出ていますよ、うん。だから海外の方の方が、そういう意味では柔軟にセンサーの大きさにとらわれないでね、比較してくださったりして、面白いなと思いますね、まあ。スペック的には全然負けてはいないし、というか、勝っている部分もあるということなんですよね。 今夜もご視聴いただき誠にありがとうございました。おやすみなさい。